お、それ取れよ、それ火薬になるぞ、取ったら。マジかよ。おお、おお、ヤギさん、マジかよ。おお、びっくりした。爆発してみ、マスク、マスクかぶってみた。はい、どうも皆さん、こんにちは。あくまで個人戦クラフトでございます。今回から新シリーズの、お待たせしました、匠クラフトやっていこうと思います。あー、危ねえ。あー、危ねえ。よろしくお願いします。なんかね、導入してほしいモッドがあったらね、コメント欄で教えてください。というわけで今回は、匠クラフトで、多分2人初見だと思うんだけど、あのね、匠クラフトって名前だけあって、まあ匠がいっぱい増えてるわけだよね。クリーパーがいっぱいおるってことやろ。そう、クリーパーが全部クリーパー、このブロックもクリーパーだよ、これ。え、マジ、嘘、バーしてへんぞ、これ。なんで喋んな、そうだ、あ、そんな感じだから。口悪すぎや。口が暴れてんだ。おお、口が匠になる。何あれ、え、あれも爆発すんの。え、俺、あれ何もやってないよ。あれクリーパーか。え、何もやってない、これマジ何もやってない。何あれ、待って待って。おい、それクリーパーだ、それ。あ、それクリーパーだよ、気をつけろ気をつけろ気をつけろ。バカすんぞ。おう、これ、あの、何回か叩くと色変わるから、叩いてみ、これ。なわけねえだろ、バーカ。行こうぜ、アホか。あれ、スネーク先生、ヘビゴあれ、これ、なんこれ、え、すごくないこれ。え、お前がやったんじゃん、これ。じゃあ、もう何もやってないこれ、生成だよ、生成。やば。とりあえずね、その中ね、匠の中でも、なんか爆発させていいやつもいるから。させたいやつがあるのか。爆発すると、なんか周りをなんかね、全部ブロックをね、鉱石に置き換えるやつがいるから。やば、すげえな。そう、だからそれをね、探したいんだけども、まあとりあえず装備品集めかな。まあ普通のマイクラと同じことをまあやっていこう。はい、オッケー。拠点まずどうすんの、どこに作んの。これ村とかないかな、どっかに。そうだから、そのさ、爆発させていい匠がいるから、夜でもね、なるべくね、外出てその匠を探してもいいんだよね。おお、どんな匠なんそれ。なんかね、紫色でなんかぐちゃぐちゃの、なんか見た目のやつ。紫色でぐちゃぐちゃ。おー、ああ。あ、そうか、これ楽だな、これ1個取ったら全部取れんのか、楽だ。いいな。めっちゃモス入ってる。マジ？どうだ？ちょっと待って。どのまでな、今のところ。おう。まだ何も準備してないのに。クリーパー。よしよしよし。で、ちなみにこれどんな色のやつがおんの？いや、いろんな色。お、それ取れよ、それ火薬になるぞ、取ったら。マジかよ。おお、おお。ヤギさん、マジかよ。おお、びっくりした。びっくりした。めっちゃ飛んだぞ、あいつ。めっちゃびっくりした。全身すげえと、あいつあそこなかった。100%死んどんぞ。もう何で掘った今。石。あ、石か。あ、鉄やない、ダメだ、鉄以上。鉄か。うん。悪い、忘れた。そういえばそうだわ。びっくりして、なんか全身痛くなった。なんでかよ。おお、びっくりした。そうか、あれが火薬になるのか。そう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 、だから鉄で掘ってってことはさ、これ火薬結構使う、なんかに。そう、なんか火薬を使っていく感じは、なんか火薬がもう基本みたいな感じで。魚いつまで頭に真っ白なクリーパーおんねんけど、なんなあれ。一緒じゃねえじゃねえ。え、ちょっと待って、村人おるやん、これ外に。嘘、青色の。え、ちょっと待って、土色のクリーパー何これ。え、あ、これ土色のやつ。爆発してみ、マスクかぶってみた。あー、うわー、危ねえ。危ねえ。すごい。今のは多分、あの土匠ってやつで、あの周りの土を爆破するやつだな。ちょ、はい、広っ。うるさ、マジびっくりした、マジ。あの村人はどうなんだ、あの村人、向こうの。あ、村人はね、あれ、あの、話しかけてみ。あ、なんか種類による。種類による。顔、村人どう考えても殺しに来てんねえじゃん、これ。おお、え、家になったやん。お、ラグ、え、待て、やばい、なんかおかしなことやってる、ちょっと。やばい、なんかやばい、高速移動の匠。待って、これ、あのね、このね、あのモッドでクソ重くなるから気をつけて、マジで。マジかよ。さっきからカクカクだけど、多分ね、はっ、なに、あっ、あっ、あ
あ、来た。最終回かな。マジかよ。あれ？え？け、おお、あな。どうした？どうした？お、ケンシーどうした？ケンシー。ケンシーが目の前で死んだ。なんだ？何？何？何が起こったケンシー？ちょ待って、匠の量やばい。え、収集。とんでもねえ数しとんぞこれ。重たいよ。やべえ、家の中やべえ。じゃあ 家それだから、たあの匠をね、あのいっぱい飼ってる家が出てくるっていう匠。マジかよ。ほら重てえはずやん。何この家。あ、はへへえ、お、え、何何、待って待って待って、あ、俺知らないやつだ。おいおい、砂がいっぱい落ちてきてる。砂で砂まみれになってる。ここ何、とんでもねえ爆発範囲やったけど、ケイシーものとも全部死んだぞ、さっき。おお、マジ、ほらほら、ほら、砂利がめっちゃ降ってきて、お前ら死んだ。砂利になってる。え、何、知らんやついっぱいいるな。なんだろう、あれ消えた。消えた、消えた。おお、あ、今砂、砂だ、砂沸かすやつだ。反映が遅すぎる。重てんだよな、これマジで。おるやん、向こうに。待て待て剣持った。待て、え、待て、こ、待て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 、ケイ、あ、やばい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 、やばい。なんかよ、あれ画面が爆になった。お、待て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 、この光、これこいつ、こいつかな。あ、出た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 、いいやつ。当たり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 。やばいけど画面が、画面がやばい。画面がグワグワで、タイつけて。え、嘘、俺普通だよ、俺普通だよ。お前の顔が、俺普通だよ。大惨事、カオス、やばい、カオス。それなんか、それ当たり当たりのやつ、いいやつ。え、当たり早け、当たり。そうそうそう、俺さ全然出なかったんだけどさ、今すぐ出た。何、なんかいる。ああ、なんだ。ちょっと、どんどん俺の画面すげえ、めっちゃ飛んだぞ俺。あ、見えた見えた、お前山の上に落ちて死んだぞ。え、俺切断切れてんけど。マジ、まあ、また入ってこいよ。入ってこいよ。え、何これ。え、なんか匠式高級肉（かっこ焼き豚）って出たんだけど、何これ、何それ。食ったらバカすんのか。食ってみよう。あ、食える食える。装備が整わねえ。おお、死にすぎて。大丈夫、あそこにあのダイヤモンドブロックとかいっぱいあるから、そこで防具一気に作れる。おい。ふざけんなよ。おい、嫌な予感したんだよな。いや、あのアイテムいいな。ダイヤモンド装備作ってたのよ俺。いらんことしとったなこいつ。またなくなった。爆発でアイテム全部消えたやないか。マジだ、なくなったぞ。ダイヤ、ダイヤ全部なくなった。待って、この王様、ま、王様の顔したクリーパーなんだこれ。あ、それね、あのボスを呼ぶために必要なやつ。ああ、で、これワールドがね、もう一個呼ぶボス。今から、いや、やめた方がいいわ、絶対無理。あのゲームがぶっ壊れるかもしれないから。ちょっと重たいんか知らんけど、取るのが遅いな、ブロックの。そう、ワンテンポね、遅いんだよね。なんかクラフトガイド系を求めれるか、次から。そうだな、作り方が。何のコースか分からんけど、届け。ほう、鉄以上なったか。ツルハシあるか。一応なった。さっきあの白い点々のやつ取ってみ。いた、取った。爆発したぞ、普通に。そう、あの専用のツールないと爆発するからぞ。あ、そう。軽ベッドも作らないと。基本忘れた、マイクラの基本。どこに羊毛うまそうじゃん、こんなもん。羊毛ない、誰か。今7個あるけど俺、あと2個あればいい。よし、2個あった2個あった、いい、ね、2個あった。来てくれ来てくれ、羊毛渡すぞ。あれ、渡した？羊毛、どういった？羊毛渡した？俺持ってないぞ。嘘。あれ、なんか2個しか持ってねえぞ。あ、じゃあちょい。ほい、よしよしよし。おい、ティーケ。俺取りたくて取りたくて。おい、ティーケ。あれ、待て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 、ケンシー。狭いからここ、ね、狭いから。よしよしよし、あ、ちょっと取れた。いいぞ、やっと見れる。早くして、怖い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 、早くして、やばいやばい。
よし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 、ニョ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 、よし、こわこわ、マジでかよ、ネホや、なんつったってね。よし、あー、朝迎えた、あー、危ない、危ない、いいセーブ、あれ、あー、ちょっと、バカー、待って、ログクでさ、空中でダメージ食らったんだけど、今何やば、もう散らばって俺のやつ、やばいやつとか、あのチャンクを丸ごと消すやつとかいるから、頭おかしいんだろ、そういうモットーです。はい、というわけで第1回匠クラフトでした。ご視聴ありがとうございました。さらばだ、じゃあバイバイ。